おはようございます。昨日電話でね、会いに行きたいんだけどって、名古屋に。だからやっぱ会えないってね、仕事があるし、なんつうのかな、遠回りになっちゃうしってね、名古屋に来ても、結局ね、時間っていうかさ、まあその仕事の都合上ね、でも一目でもさ、見れたらいいなと思ってね、一目だけでもダメって言ったら、うーんって、もしかしたら会えないかもしんないみたいな。まあ断られたっていうか、まあ私もね、体調がね、万全じゃないし、この状態で、まあ彦星さんとね、会うのもどうかなとね、思ったわけ。ねえ、あっちは仕事だし、私は体調が悪いし、みたいな。ちょっとね、一目だけね、見たいなっていうのはあったんだけど、別にもらっててもいいんじゃないの？もらってたとしても、隠してたとしても、別に日本人はもらえる権利あんだから、ね、苦しかったらもらえるのが当たり前なんだからね、法律的に。ねえ、それは生ポをもらってる人の差別になるよ。生ポもらってる中でも、どうしようもない人もいるからね、やっぱりね。不正受給とかもいるけど、ね、本当に困ってて、仕方なくてもらってる人もいるんだから、ねえ、もらってんのが悪みたいな感じはやめた方がいいと思うよ。いや、だって、その、なんか、ちゃんとチェックしてるしね、ああいうさ、ね、生活安全課の人たちとかさ、全部、チェックしてるか、ちゃんとね、そういう不正受給とかあればつつくし、いや、配信者で誰がもらってるかもわかんないな。わかんない。私もね、1ヶ月、2ヶ月ぐらいにもらったことあるね、実も。これ配信で多分話してないと思うけど、実家に帰る前ぐらいの時にもらったんだよね。1ヶ月、2ヶ月ぐらい。仕事がなくて、ちょっとうつ病みたいになっちゃって、それも診断されたんだけど、病院でね。家に引きこもりになっちゃって、実家に帰る1ヶ月前とか2ヶ月前に。その時に、いただいてね、2ヶ月間ぐらい。ただ、そのもらったやつをパチンコで使っちゃったんだよ。いや、本当の話だよ。それでパチンコで使っちゃって、家賃が払えなくなっちゃったのよ。それで、もうね、無理だと思って、ね、うちのお母さんに電話したら、じゃあ家に戻ってきなさいと。ね、うちのお店で、まあ、働いて更生しなさいみたいな感じの流れだったの。そう。私の時は手渡しだったかな。振り込みもできるけど、なんか手渡しでもらってたかな、私は。毎月何日だっけ？十何日？なんか2回もらったんだけどね、私。15万ぐらいだったような気がする。家賃別で13万とか15万とか、なんか十何万とかだったよ。こんぐらいもらったね。だから、私の歳だと、そんぐらいなんだね。歳に、年齢とかさ、やっぱり家庭環境、家族が増えれば増えるほど増えるし、みたいな。一人の若い男だと少ないんだよ。なんつうのかな。もらえる額っていうの。基本ね。そうだよ。で、結局、実家に帰って、それはもう、打ち切りっていうかさ、もうもらうのやめて、そっからまあ配信始めたりとか、お店で働いたりとかして立て直した感じかな、私もね。ただ、役所に行った時に、結構すんなり通ったんだよ、私の場合ね。もう、家に引きこもりになっちゃって、ちょっと鬱っぽいんですよねっていう話をしたら、あらってね。じゃあ仕事を探す間、もらって、ね、もらいながらも仕事できるみたいね。ただ、なんつうの？
その受給金みたいなの減るんだよ、仕事をするとね。稼げば稼ぐほどそっから減ってって、それで構成しましょうみたいな。だからみんな、まあ、タイミングとか、その人にもよるけどね。まあ、もらえるよ。普通に困った時に。だから、相談するのはいいと思うよ、困ったの。うん。いやいや、嘘じゃない。本当の話だよ、それ。だってさ、ダマポをもらってたって、なんで嘘つく必要があるの？私にマイナスしかないのに、この話をしてプラスにはなんないの。どう考えても嘘つく必要なくない？なんも得ないのよ。2ヶ月間もらってたってね。うん。親いるからもらえなくて、その時一人暮らししてたもん、埼玉で。埼玉の、川口っていうところに住んでて。で、お店辞めて、半年間ぐらい、仕事がなかったんでね、私。で、売春とかしてて。でも、売春も最初稼げたんだけど、だん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 で稼げなくなってくんだよ、顔バレしてね。フリーだと。それでお金も尽きちゃって、もうどうしようもなくて、家賃も払えない状態になって、まあ、助けてもらった感じかなって感じ。うん。親がお金ないと、だって私その時家出してて連絡も取れなかったもん。多分確認とか行ったと思うよ。実家の方に。だって家出して、5年、6年ぐらい私連絡しなかったか、親に。一回も。お姉ちゃんとは連絡取ってたけど、だからその時に多分親は、ほっといたんだろうね。多分審査とか連絡は来てると思うけど、放棄したと思うよ。だから私はもらえたんだと思う。その放棄すれば、もらえるからさ、もう関係ないですと。うん。だからまあ、あれだよね。まあそんな感じ。だって2ヶ月だもん、だったね。ねえ。2ヶ月だけだよ、私がもらった。話聞いてる？聞いてないよね。だから嘘じゃないっつうの。なんでさ、もうさ、じゃあ嘘だったら嘘で聞けばいいじゃん。なんでさ、そんなじっくり聞いてんだよ。エンターテインメントとして聞けばいいじゃん、だってさ。だから私詳しいじゃん、生ポのシステムさ。みんな思ってたでしょ？なんでこの人こんな詳しいんだろうみたいなさ。その書類の書き方とかも知ってんねん、実はね。審査通りやすい書き方とかさ。だから前にも言ったじゃん。その、ね、役員というか審査員がいるから、その前で演技をすりゃいいんだよ。簡単に撮りたい人の。演技。もう泣くとか倒れるぐらいね、もう本当に食えないぐらい、もう病気なぐらいな感じで、ね、椅子から転げ落ちたりとか、ね、泣き、わめいたりとか、相手の同情を引くみたい。相手も人間だからね。人間だから人間の、その、なんつうのね、心を引き出すみたいなさ。うん。やばくないよ。だってみんなもらえるもんなんだから、あっちが勝手に、ね、あげるあげないを審査してるだけ。日本の法律で、みんなもらえるものだから、もらうことは悪いことじゃないんだよ。ね、困った人はもらえると。困ってないのにもらうのはあれだけどね。だって、いつね、みんながそういう状況になるか、っていうさ、危機的なものってないの。ここ2年間ぐらいでうちのリスナーさんだって仕事なくなった人もたくさんいるしね。収入になって減ってる人もたくさんいるんだよ。だから言わないだけで、ね、そういう援助をもらってる人もたくさん多分いると思うしね。いつ自分がそうなるかわかんないんだよ。うん。いや、そうなった時にやっぱりそういう知識とかね、知恵がある人が、ね、助かるっていうかさ、ね、知ってて損はしないじゃん。ね、そういう話を知ってれば自分が困った時に使えるっていうかね、そういうの大事じゃない？うん。そんなでも知らないの？
やっぱ経験者と未経験者じゃやっぱ違うんじゃないの。知らないことだらけだね。知らないことだらけだね。いや、車を持ってる人ももらってる人たくさんいるし、そのやり方もあるんだけどね。まあ、それをここで言ってもしゃあないけど、ズルなんでね。ねえ、そうじゃん。昔と今じゃ違うしね。伸ばしてくだけ、こうね、たんたた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 と。もうね、たっと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 。このね、伸ばしがね、結構重要なんです、マジで。このね、何がおかしいかっていうと、素人とね、プロの違いって、この肌が透けるか透けないかの問題なの。この均等に塗るのがね、本当に難しくて。このね、透け感っていうの？ここをね、いかにね、ムラがなくの塗れるかがどうかが、素人とプロの違いだよね。こうやってね。こう、さりげなく話しながらやってるけど、結構均等に伸ばしてるでしょ、私。ほら。早いっしょ？ね、パスタも食べれなくなっちゃうのに。アレルギーって出ちゃったらダメなんで、もう。もう出るようになっちゃうからさ。花粉症もそうでしょ。いきなり突然なるじゃん。怖えんだよ。としおくんじゃねえ。ちょっと待って。着物着るし。うん。これどうすか？これ、エチュードハウスですね。この間もらったやつ。サキチムさんからいただきました。ね、一度はアンチになりましたが、ね、戻ってきましたよ。ね、一度は私のことを憎んで憎んでね、大変だったけど、今は私の協力者。ね、なんで戻ってきて暇になったんじゃない？わからんけどね。な、髪の毛はもうこう感じでいいね。こうやってね。こうやって。クロンと。こう感じでクロンクロンクロンとね。ピンで止めるみたいな。こうやって。で、ここをピンでパチンって止めちゃえばね。くっつくんじゃないかな、これ。ほら。どう？結構すごいっしょ。私結構アイデアマンなんだよね。こういうのパーッと思いついちゃう。ペーッと。それっぽく見せれるでしょ？ただ、今からね、服をまた着なきゃいけないんで、これどうしよっかな。一回ちょっとね、いてててててて！いってて！しまった！巻きつきすぎた。痛い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 待ってね、どうしようどうしよう。これ火つくかな。あ、つく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 。これで乾かせばいいんだ、こうやってね。これもうぶち込んじゃうね。あ、いった、爪折れちゃった。いやーなー、マジ最悪。はい、入れます。一束でいい？ちょっと具合悪いんで、マジで。一束にしよっか。いやーでも結構一束量あるね。これ7秒で食えるかな？結構きついんじゃない？これ。よいしょ。それに勝つにはみんなの無料ポイントがどんだけ投げられるかによるんだよ。
だってね、もうね、このままね、死ぬかもしんない、私、喉に詰まらって。7秒しかないんだから。7秒の戦いになるんでね。7秒しかないんで、1回とっきりしか。イライラするとか言ってさ、だったらさ、見なきゃいいじゃん。ねえ、いつやるとか言ね、なんとかとか言ってないんだけど。もうやめていい、だったら。ん？ 38 度5分あるんだよ、今。できるか？普通の人が。できないよね。38度5分ね、ね、高熱が出てる状態で、チャレンジできるかって言ってんだよ。できんの？できないの？やれる？やれんだったら文句言ってもいいけど。ん？風邪ひいてる状態でできるかって言うんだよ。できんのか？できねえのか？どっちだっつってんだよ。ね？私なんて伸ばすときは2時間ぐらい伸ばすんだよ。今日は伸ばしてない方だよ。急ピッチでやってる方だよ、今日はな。だろ？イライラすんだったな。ね？タイミングを見て来いよっつんだよ。そんな合わせてらんねえよ、こんな人がいるのに。一瞬しかないっつんだよ。その一瞬をな、逃さなきゃいいんだよ。なあ、逃さなくていいんだよ。だろ？じゃあ行きまーす。流し込みチャレンジスタートしますよ。さあ行きますよ。よし行こう。行くよ。一口じゃちょっと無理だね。行くよ。じゃあ7秒、星に願い7秒チャレンジいきます。せーの、ゴー！よし！すいません。無謀でした。もう明らかに無理ですね。すいません。もう無理ってみんな分かってたでしょ。無理。10秒あればいけたかも。はいはい、みんなで手に上がれ。はいはい、お金持ちになりますようにと、お金持ちになりますように、ありがとうと、結婚ができますようにと、結婚ができます、はい、プロポーズされるようにと、はいはいはい、あとは何だろう。パチンコに勝てますように、はい、手に上がりますように、 OK。 ちょっと待って、ね、もうちょい大きくするんで文字が見えないからね、短冊がね。ちょっと待ってね、こんぐらいね、こんぐらい。ちょっともう一、もう一回。もう一周、ちょっと待ってね。はい、読んであげるからね。お願い事、はい、何でしょうか。はい。子供が欲しいということで。万馬券が当たりますように、ビッグ当選。みんな金ばっかの。コロナがね、終わって世界中が幸せになりますように。おっぱいがでかくなりますように。ゴリラと一緒に滑るようにということで、好きな人に告白されますように。世界平和を願ってますと、なりますように、元気をくれますように、ケンジと一緒に別れますように、よくわかんないね。家族仲良く行きますように、子供花火大会ができますように、愛犬の病気が治りますように、健康大臣になりますように、笑ったなりますように、チンチンが好きになりますように、早く受験が終わりますように、おっぱいがでかくなりますように。はい、天に上がります。天に上がります。
まあ、息子のね手術が治りますように、まさつぐ100キロになりますように、ライブチケットが取れますように、うんちを漏らすように、引っ越しが決まりますように、ライブケツ何嵐一人暮らしができますように、ありがとうございます、ありがとうございます。まだいけるかな、もう一丁いけるかな、もう一丁いけるかな、まだまだ願い事を空にあげます、まだ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 あげます。さあ行くよ、はい、行きますよ。好きな人がヘルニアが治りますように、ヘルニアが治りますように、サマージャンボ宝くじが当たりますように、圭之介くんと結ばれますように、あの個人名はやめてね、藤沢奈々ちゃんと一緒に、暮らせますように、メガビッグが当たりますように、ダイエットを頑張りますように、ヨギママが死にますように。やめなさい、ゼロワン、ゼロワンが何、安産になります、不登校になりますように、安産期が多いですね、安産期がね、痩せますように、億万長者になりますように、痔が治りますように、痛そうだね、ヘルニアもね痛いよね、みんな病気とかありますよたくさん、バイトが受かりますように、ほくろが消えますように、シミかな、シミそばかすが治りますように、外国に移住できますように、彼氏と幸せになります、血糖値が下がりますように、あれ幸せな妊娠しますように、子供恵まれないかな、子供恵まれないかな、神田菅田将暉のライブに行けますように、髪の毛チリチリね、宿毛矯正行きましょうね、チリチリの場合はね、はい、顔が小さくなりますように、平和になりますように、痩せますように、変な癖がなりますように、ミーシャに会いたいようになりますように、コロナよなくなれになりますように、ジャグラーで勝ちますように、 BTS に会いたい、愛犬と仲良くね一緒に過ごしたいように、正規ヘルペスが治りますように、彼氏が、健康でありますように、安産がうまくいきますように、沖縄旅行に行けますように、一家団らんになりますように、呪いの藁人形が効果が現れますように、美人に生まれ変わりますように、健康でありますように、痩せますように、彼氏と仲良くなりますように、旦那が浮気しませんように、糖尿病が治りますように、歯が、モンジュリが引退しますように、セコニア万歳になりますように、イケメンと結婚できますように、お金になります、 E カップになりますように、家族が増えますように、みんなで仲良く健康的に笑顔でいられますように、髪の毛が生えますように、パチンコに勝ちますように、ホムラちゃんと結婚できますように、生理がまた来ますように、もう諦めないよ。幸せになりますように、彦星様に、素敵な彦星様に今年は巡り会えるように、カリスマニートになれますように、ケツの穴が。